片品川橋は、群馬県殿郡昭和村と沼田市の間に架かる、関越自動車道の橋梁である。関越自動車道は、1984年までに順次、開通した、東京の練馬インターチェンジと前橋インターチェンジ、新潟県の湯沢インターチェンジと新潟黒崎 IC に続き、前橋インターチェンジ湯沢インターチェンジ間が1985年の、 開通を目指して建設が進められた。この区間は、赤城山麓に橋を発するいくつもの利根川支流が、刻んだ深い谷を渡る、公共客の橋が架けられているが、中でも、東京と新潟のほぼ中間の渋川江河保、インターチェンジ沼田インターチェンジ間で片品川を渡る元橋は、橋長1000メートルを超え、8本の橋脚のうち7本が、高さ50メートルを超える、 関越道随一の大規模橋梁となった。下部校は1981年3月に着工上部校は1981年11月に横川橋梁三菱重工業、川田工業共同企業体が日本道路公団より受注し、1983年4月に現場工事に着手した。1985年3月に完成、同年10月2日に供用開始。 トラス橋形式の道路橋としては当時2本、最長であった。1985年度に、元橋と同時に供用開始した関越道の公共客長大橋梁である沼尾川橋、長井川橋とともに土木学会、田中賞を受賞。さらに2016年度には、元橋の耐震補強工事についても、同賞を受賞している。 赤木山の北霊と穂高山の南霊の間の台地に深い谷を刻む片品川に架かる橋であり、下手段球場部から川床までの高低差が100メートル以上あることから、高所を通過することが大きな特徴である。橋脚は、区形中空断面の鉄骨鉄筋コンクリート構造が採用され、鉄骨と鉄筋は地上で組み上げることにより極力高所作業を避ける方法が取られた。 過去に70メートル級の高さのコーネリコンクリートのポンプ施行例がなく、建設中の高層ビルでコンクリート圧走の実験が行われた。上部高は3景間のトラス橋3連で構成され、A 教264メートル、B 教404.35メートル、C 教365.5メートルの3高区に分けて施行された。東側を5にした。 半径1000から2000メートルの曲線を描き、中央部に向かい左岸側2.7%、右岸側2.27%の下り勾配がある。主構造は9236トンの鋼材が使用された。上下線一体構造で、福音方向の主構え間隔は16メートル。主構えの高さは標準部14メートルで、八本ある橋脚の内片品川を挟む。 中央部日本はトラスの下部を V 字状にデザインし、主構え高25メートルとなっている。2012年3月から2016年12月にかけて上部校の耐震補強工事が行われた。1666点の部材のうち853点で許容値を超え、321点で何らかの補強を必要とした。師匠の交換にあたり、 P2 強脚のジャッキアップ反力は1466トンに達した。それまでの日本国内最大のジャッキは1000トン対応であり、元受けの日立造船では、大滝ジャッキ2500トンジャッキを発注し、P1P3 強脚及び A2 強大で使用。P6P8 強脚及び A1 強大では1000トンジャッキを使用して、免震師匠に交換した。P4P5 強は、 ジャッキ1機あたり6000トンのジャッキアップ反力に対応する必要があり、師匠の交換は事実上不可能であった。そのため季節師匠の補強やブレーキダンパーや変異性減速地の導入の対策が取られた。元橋は土木学会田中賞作品部門を受賞した協梁であることから、警官性にも配慮された。ありがとうございます。